んとですね、今日はゲストに眠り姫さんが来てくださいました。とは言いましても、なんせ眠り姫なもので何も言葉を発することはございません。起きろ眠っておられます、すやすやと。いかなることがあっても眠っておられます。今目開いたよね今目開いてました今、あ、お目覚めですか、姫の目覚め、姫の目覚め、起きてる、めっちゃ起きてる、起きてる、起きてる、むーちゃん、ちゃん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 、姫お手上げです。お手上げさということでですね、今日は眠り姫にバレないようにウェハースを開けます。じゃあウェハース、起きてたかもしれへん。今じゃじゃーん、夜さんのかっこいい、夜さん、夜さん笑ってる、笑っておられるわ、姫が笑っておられる。もう一個開けたいと思います。さあ、一体じゃじゃーん、そう、今回なんかな、なんなの、これ第2弾みたいな感じなんかわからんけど、そのそうそう、あのアーニャのねクラスメイトとかもね出る、そう、このベッキーちゃんとかもね、あとボンドとかも出たりする、前よりいろいろ種類が増えたやつだったんですけども、今回はこの2つが当たりましたね。はい、ということで、眠り姫に気づかれることなくウェハースを開封することができました。姫、何か一言、何か一言え、何か、だー目覚めた、寝た姫結構お手上げやな姫お手上げです。どうでしょう、今日の収穫何の顔、それ何顔、あ、ポイってすな、ポンってすな、ポンってポンってすな、ちょっと待って、すごいとこに手入れた、え、返せ、うん、ちゃん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 、
これ何撮ってるんですよ。姫、眠い姫が普段どんな生活をしているのかに密着してみました。なんか姫がお手上げだと言っているので、言ってないよ、そろそろ終わろうかなと思います。また見てね。その曲ないんですけど、チャンチャンチャン。